株式会社東天紅は、上野池の旗に本社を置き、中華料理レストラン東天紅を全展開する会社である。関連会社の株式会社を三つばめ邸と共に、小泉グループの一員である。韓国ソウルに同名の中華料理レストランがあるが、無関係である。現在の上野本店の北隣にあった、旧本店2021年現在、秋田県から、 兵庫県で17点を営業する。2000年1月に発行済み株式数の10.28%に当たる264万5000株を取得したとする個人株主が突然現れた。続いて、この株主から譲渡を受けたと称する男性が20.36%に当たる523万8000株を取得したと発表して第2位の株主となった。 2位の男性は、当店くれないを株式公開買い付けすると2月に発表したが、数日後に撤回し、3月にメキシコ人実業家が TOB を発表したが、書類の不備で公開買い付け届出書きが大蔵省に受理されず、TOB は無効となった。これら一連の発表や有名指定筋の関与が報道されたことなどが、市場の思惑及び、当店くれない株の株価は乱高下した。 2000年11月に男性と他3名が東京地検特捜部に証券取引法の大量保有報告書提出義務違反と風説の留フ容疑で逮捕の後12月に起訴された。被疑者のうち3名は2000年12月4日に東京簡易裁判所が罰金50万円を略式命令し、1名は2002年11月8日に東京地方裁判所が 懲役2年執行猶予4年も及び罰金600万円と判決した。後にいずれの判決も確定した。判決は資金調達の見込みがなかったにもかかわらず TOB を発表し株価の釣り上げを狙ったものとした。ありがとうございます。